大隅石は鉱物の一種。化学組成は 23SI10AL2O30H2O。結晶系は六方晶系。大隅石グループの鉱物。鹿児島県垂水市先花びらで発見され、1956年に宮城秋保によって新種記載された。名前は発見地の大隅半島にちなむ。日本では原産地の他に。 鹿児島県内各地の流門岩内や岐阜県日出月ヶ瀬や伊豆諸島の神津島などで産する。主に流門岩やデイサイトなどの誘白質火山岩中に産する。スミレー成績によく似ている。普通は結晶の大きさは数ミリメートル程度までである。マグネシウムが2価の鉄よりも多いものは苦スミ石と呼ばれるが、肉岩での判別はできない。戦前に、 マスドミジュノスケによって初めて発見され、1942年に森本良平がもらい受けて分析し、1949年に論文として発表されたが、当時はスミレ成績と誤認された。ただし、この時点でスミレ成績にはないカリウムの存在及び工学的、一軸性が指摘されていた。東京大学の都の城は、 森本から資料を譲り受けて分析した結果、1951年には新鉱物という結論に達し、1953年に日本語論文で発表、1956年に正式に新式記載された。命名は、久野久氏による。宮古の城が発表した化学式及び構造は、その後修正され、炭成分は鉄とされた。 一部の論文に記述されていたマグネシウムを含む、クド・オースミー氏は、記載論文がないまま国際鉱物学連合において、規制事実化した。その点に注目した、ロシアの研究チームが、ドイツ産の標本をもとに論文を発表し、クド・オースミー氏は2012年に、新種記載された。ますます富は、オースミー氏発見に貢献したことから1973年に、桜井賞の、 第3号メダルを授与された。ありがとうございます。